シュエスの社会になるとこれがどんどん進んでいってですねどうなるのかっていうとあのこのこのコンビニは NEC のグループの社員でないとゲートが開かないんですよ。ここが僕のポイントだと思うんですけどもさて近未来のですねコンビニはですね 銀行残高がゼロの人間にゲートを開く意味は全くないわけですよね。<laughs> そもそも無人コンビニって考えてみればですね、コストダウンが目的なんですよ。つまり人件費の方が万引き被害よりでかいって考えたんですけども、金がないやつをコンビニに入れるメリットが全くないと。いや、コンビニの客っていうのは例えば立ち読みとかなんかしてくれても、それのおかげで客寄せになるっていうのがあるんですけども、いや、金を持ってない客がコンビニにいても、それは他のお客にとってのリスクになる。 だけなんですね。そんな危ない奴が入ってるよりは、まあ、有料な市民がいっぱい入ってるコンビニの方が安全であるという考え方になるんですよ。管理社会を嫌う人っていうのは、これ嫌な話だと思うんですけどもですね、おそらく大多数のですね、平凡な市民にとっては、いや、その方が安全だわって考え方にどんどんなってくるわけですよね。で、顔認証だけで物が買えるようになると。まあ、ここで書いてるように。そうなるとですね、じゃあ、 顔認証だけで万引きできるんだったら、まあアマゾン Go みたいに最後はレジを通さずに物が持って帰れるようになるんだったら、万引きできるかもなと思うようなやつを事前に店内に入れないようにゲートでブロックすると。それが一番セキュリティコストが高いわけですね。まあつまり、あの、やんちゃなヤンキーは最初から店に入れないブロックすると。 つまり、一度でも万引きしたやつは二度と入店できないようにした、その仕組みを作ったら、もしくは、万引きしたやつはその店に対してあらかじめ1万円のデポジトを払って入店すると。で、3ヶ月間とか6ヶ月間万引きしなければそのデポジトが返ってくるとかですね。そういうふうな仕組みを取るのも当たり前になってくる。すると 必ずこういうのはですね、抜け道を考えるやつが出てきてですね、例えば、いじめ、学校のいじめとかで自分よりも弱いやつにですね、万引きさせるわけですね、コンビニで万引きさせてそれを持ってくると。そうすると、そいつのソーシャルアカウントは汚れるんだけども、自分は、綺麗なままで物を、まあまあ、得ることができる、いじめをすることができると。しかし、なんかね、近未来の警察に届けられる犯罪っていうのは、 多分大多数が自分のソーシャルアカウントがこういう手段で汚されたっていうですね、そういうものになると思うんですね、実際の犯罪よりは。だから、いじめでコンビニで間引きさせられたっていうのは、かつて、もしくは今は生徒が学校に言う問題なんですよ。で、学校の管理はどうなってるのかって話になるんでしょうけど、近未来はですね、学校はそういうソーシャルアカウントに関与できないので、おそらく学校でいじめられたら即警察に行くっていうですね、 あの、割と健全なルートを通るようになると思うんですね。<laughs> いじめは学校の管轄ではなくなって警察の取り扱いになる。なんでかっていうと自分のソーシャルアカウントに損害が出るからなんです。ソーシャルアカウントの損害はそういう紐付けをですね、あの数値を変えることができる公的機関なり何なりでないとおそらくクレームが付けられないというか数値の変更ができないと。なので管理社会とか監視社会としてはね、なかなかの完成度だと思います。 だから、こういう無人化というのはもう映画館とかコンサートでも当たり前になるでしょう。チケットを持ってる人っていうのは、あの、何にもチェックせずにゲート、顔認証はスーッと通れるようになるだろうし、もうそれは現在でもやってますよね、一部。で、持ってないやつは通れないと。で、やがてこういう、僕らはですね、こういう、なんだろう、顔認証によるゲートの通過っていうのを、どんどん当たり前と思うようになると思います。で、それによって、顔認証でゲート通れて入れたところの方が、 安心できるような。例えば、国際空港とかでですね、なんかそこら辺に荷物を置いといたらちょっと不安なんですけども、ところが、セキュリティゲートを通ったら、なんか安心感がちょっと上がりますよね。それと同じようにですね、何かゲートを通った方が僕らの安心感が上がると。安心というものの定義が徐々に徐々に変わってきてしまう。例えば、マンションの住民にしかゲートが開かないとかですね、学校の生徒以外にゲートが開かない。そういうゲイティと、 ですね、門で囲われた世界というのを僕らは安全と感じるようになるつまり市民生活っていうのは都市の中にあるのではなくて都市の中のさらにセキュリティーゲートの内側に僕らは安心を感じるようになるっていうふうになっていくと思いますだからこの次の段階はもちろんゲーティッドシティいわゆる城塞で囲まれた富裕層とあとその使用人しか入れないあのそういう街が、えー、まあ2019年あたりから出てくると思います たと、それはまあ言っちゃえば超高級ホテルにあるですね、あの会員専用ラウンジみたいなもんですね。いわゆるチェックインしてカードもらわないと、そのフロアでエレベーターが止まりませんっていうやつですね。で、スイートを予約したし客しかエレベーター反応しないし、そのフロアに降りたらそこのラウンジとかそういう、なんだろうな、あの、各種サービスっていうのが全部タダになってると。ああいうのがビルのワンフロア丸々になったり、やがては 一つのビル丸々がそういうになったり、やがては森不動産あたりが開発するですね、小さい街すべて、すべてがゲートで囲まれて入れるのはですね、選ばれたメンバーのみっていうのがなっていくでしょう。この顔認証が進んでいく方向は、そういう社会の階層化っていうのが、やがて土地的に見えるようになるっていうところだと思います。えー、無人コンビニっていうのはですね、あの、そう、いよいよ始まった